三条駅、京都府。三条駅は、京都府京都市東山区にある、京阪電気鉄道の駅。駅番号は、KH40、京都市営地下鉄東西線の三条京阪駅と連絡しており、また、周辺地域は、三条京阪と呼ばれる。1949年までは、京新電気軌道の三条大橋駅も隣接していた。京電気は、 京阪と合併し、1949年には三条駅として統合されている。1987年には京神線は京神三条駅として分離したが、京都市営地下鉄東西線の開通により、京神線の三条五両間が廃線となり、京神三条駅も廃止されている。京都市電の駅こそなかったが、京都市街地の重要なターミナル駅の一つである。 かつては、京阪電気鉄道の京都におけるターミナル駅であることを強調するため、京都三条駅、三条京都駅と呼称していたこともあった。2017年頃から大阪府内の駅の発車表などにて、京都三条の表記を再開している。正確には、京都の部分が四角囲み。百五十一年、昭和十六年の地図では、駅名が京阪三条と、 表記されるなどした例も見られる。当初は、京新電気軌道、後の京阪京新線、廃止の三条大橋駅として開業し、そこに、琵琶湖疎水と鴨川に挟まれた、堤防上を北上してきた京阪本線の終点として三条駅が開業、その後の京阪による京新電気の吸収合併で両者が統合されるという経緯をたどった。なお、 京阪本線五条の三条間は、元来、京都市電気局の起動法に基づく特許線であり、京阪本線はその特許を借用して、路線を開業したことから、特許借用期限切れの前後には、特許返還を求める司会の一部勢力への対抗措置として、京進線との一体性を強調する運輸施策が行われるなど、京阪本線五条の三条間存続のために、 様々な方策が取られた、この経緯については、京阪60型電車の項を参照のこと。地上時代には、京阪本線が鴨川と琵琶湖疎水に挟まれた立地、しかも、用地の所有権が、軌道特許を保有する、京都市側にあったがゆえに、地形の自由な改変ができなかったことなどから、特に、京阪本線ホームの設置には、様々な制約が存在した。そのため、 疎水場に、橋梁構造の基礎部を仮設してその上に駅舎を設置し、さらに4番線ホームを鴨川に張り出して設置するなど、様々な制約の下で可能な限りの面積を確保した得意な配置となっていた。後に1番線ホームが設置された、琵琶湖疎水を渡る線路が、もともとの本線で、2から4番線は側線であった。また、60型、 琵琶湖号が走行した京阪本線と京神線の連絡線は1923年、大正12年にはすでに完成していた。連絡線は京阪本線の優等列車速度向上で直通列車が廃止された後も残されていたが、1969年に撤去された。しかし、その痕跡は京神三条廃止まで長く残された。当駅は長年にわたって、 京阪本線系統の終点及び大津方面へ連絡する京新線の起点であることから両線の乗り換え駅としてまた隣接する三条京阪バスターミナルから楽北方面への乗り換え駅として京都市内の交通網において重要な役割を果たしてきただが年間乗降客数では京都市内有数の繁華街であるギオニア市場河原町に挟まれた 立地の祇園市場駅が常に上回っており、応答線改良以降は、新たな終点となった出町流と大差ない乗降客数で推移している。なお、以下の路線の駅とは、地下通路で連絡している。京阪大津線の各駅から、京阪本線系統の各駅へギップで行く場合は、三条京阪駅まで購入し、乗り換え駅である、当駅から、再びギップを購入しなければならない。 また、車内においての放送で三条駅からの乗り換え案内の際、京新線琵琶湖方面はお乗り換えですとの案内も行っている。周辺地域、地下鉄駅や京阪バスのバスターミナル等を含めて三条京阪という通称で呼ばれている。京新電気軌道、後の京新線が三条大橋東詰めの場所に三条大橋駅。 後の山条駅を開業したのが始まり。地下鉄開業以前からバス停の名称や地域名として山条京阪と呼ばれている。PHP 研究所によれば、これの由来は山条通りの京阪前に由来するとのことで京阪の山条駅から転じたものではない。山条京阪は周辺の地名ではなく、京都と大阪とを結ぶ京阪本線及び 京都と大津とを結んでいた京新線との乗り換え駅であり、京阪の京都市内のターミナル駅でもある三条駅、前のことを三条通り京阪前と呼んでいたことに由来する。なお、京阪の駅名は三条駅となっており、京阪を管市内、ただし定期券、駅ビルの看板は京阪三条となっている。地上時代は三条通りの南、三条、 大橋東詰め南に駅施設があった。京阪線の地下化工事が始まる直前、1978年頃の状況を記す。京神線では校舎ホームにも番号がついていたが、京阪線は番号がなかった。京神線乗り場、平面図が E の形をした串型ホームで、真ん中のホームが乗り場だった。駅舎全体は、琵琶湖疎水をまたいで建てられており、 通路からしぶきを上げて流れる疎水が見えた。また四番線のホームは、鴨川の河原の上に張り出していた。駅構内には飲食店や、土産物店が軒を連ねる。一角、のれんがあり、小規模ながら、ターミナルの様相を呈していた。なお、駅で入り口は、高山被告老像のある三条大橋側の北口と、京新線乗り場に近い若松通、ナーテカドに開いた南口があった。 タクシー乗り場は北口、バス乗り場は南口に面していた。1番線と7番線の間の線路は、戦後も長く残っていた。1961年に、京阪線、京新線の直通営業運転終了、1965年過ぎまで、京新線の新車の改装に、使用が、1969年11月に撤去され、それぞれの橋に、 コンクリート製の車止めが設置された。1980年頃、校舎ホームの番線表示が廃止され、6番線が5番線、7番線が6番線に変更された。1987年、京阪本線の地下下化に伴い京神線のホームが京神三条駅として分離されてからは、5番線が1番線、6番線が2番線に変更された。 1987年の京阪線ホーム地下化に、再始、地上駅のまま取り残された、京新線の三条駅、以下、京新三条駅との旅客の接続にあたっては、上下移動を伴っていたことから、接続時間にある程度の余裕を持たせるよう微調整が行われた。これは、基本的に、日中を中心に、大阪方面からやってきた京阪線特急が、 忍宮駅折り返しの京浜線普通と京阪線急行が浜大津駅発着の京浜線準急と接続するダイヤが組まれていたが正確には京阪線特急と京浜線準急との連絡時分調整を目的としたものであった。浜大津方面からの京浜線電車は当駅到着前に地下にある京阪線の駅へは改札外の理解となる旨を案内していた。 平日夕ラッシュ時に、京新線も10分間隔になると、大阪方面から到着した京阪線特急から、浜大津駅準急へ、約5から6分の待ち時間で連絡できる、時間帯もあり、淀ド橋駅から浜大津駅の間は1時間14分、さらに、石山坂本線に乗り継いで、坂本駅までは1時間32分、石山寺駅までは1時間35分で、 それぞれ到達できた。なお、京阪線の各駅、及び応答線開業後は、永山電鉄各駅から大津線への連絡乗車券も発売していた。下下から応答線開業までは1番線が急行、2番線が普通、淀屋橋橋駅、3番線が普通、宇治駅、4番線が特急と、平日夕ラッシュ時の普通、淀屋橋橋駅が使用していた。 京新三条駅には定期券の発売所がなく、購入は地下のコンコースにある売り場まで行く必要があった。なお、この売り場では現在も京新線や地下鉄東西線に乗車できる一部の規格乗車券、湖とこと、大津一例切符、京都地下鉄、京阪大津線一例チケットを取り扱っている。他にランデにも乗車可能な京都嵐山、琵琶湖、 大津一でチケットも発売されている。1985年4月22日ダイヤ改正から平日朝夕に限り、淀谷橋駅、葛野ノ駅間の急行で8両運転が開始されたが、同駅を含む8万市駅等の急行停車駅は地下線開業までホームの8両対応改築が見送られていた。なお、地下線開業と同時に、季節の駅もホームの改築が行われ、 1987年6月1日より、京阪線前線での急行8両運転が実現している。従来、京阪線と京新線は1枚の乗車券で利用できたが、東西線開業後は別々に購入することとなり、それぞれの駅の運賃表に別々に購入する胸の記載がある。ただし、2002年3月1日から京新線にも、 すると関西エリアが拡大され、この時点で共通カードのほかスすると関西にて 3D やチケットの利用も可能になった。さらに、2007年4月1日のピタパ導入により、乗車券を都度購入することなく利用することが可能となっている。京阪線の大阪方面からの当駅始発、終点の列車が少ないながら設定されている。また、当駅始発の出待ち、 柳駅普通列車も運用の都合で一本設定されている。出町柳発あたり駅止まりの列車は設定されていない大阪方面からの当駅折り返し列車は原則として神宮丸田町よりの引乗線で折り返す。ただし大東線開業前の当駅が終点だった時代の名残で気温市場よりにも両当たり線があり回送列車は 引き上線を経由せずにこの渡り線を使って折り返すこともある。2000年のダイヤ改正までは、大阪方面域は原則として3番線が特急と京阪間同士の普通、淀屋ヤ橋域、4番線が急行と宇治線直通普通、宇治行きと使い分けていたが、以後は3番線が本線、4番線が対比線として利用されている。ただし、 当駅始発の列車は基本的に4番線から発車する。事故などでダイヤが乱れた場合は一部列車の運転を当駅で打ち切りそのままあたり駅始発として折り返すことで後続列車との運用を入れ替えダイヤの回復を図っている。京新線三条駅の跡地は路線廃止後しばらく駅舎が放置されていたが2003年に複合商業施設 共演が開業した。本線から京新線、後、地下鉄東西線への乗り換え案内は、1980年代頃までは、大津、石山、坂本方面、1990年頃から京新三条駅廃止までは、山市が大津、琵琶湖方面としていたが、京新線の駅が廃止された1997年から2003年の間は、大津、琵琶湖方面と、 地下鉄東西線としていた山品は東西線の駅が設置された。なお、その後は地下鉄東西線と京新線、琵琶湖方面としている。また一時期、京阪特急での自動放送ではこれに続いて地下鉄東西線代後、現在は六地蔵方面との五条を防ぐため、浜大津方面の列車に乗車するよう強調した案内がなされていた。 対比設備を備えた、島式2面4線のホームを持つ、地下駅で、京都市の中心部にある7条駅、出町柳駅間では最も規模が大きい。改札、コンコースは地下1階、ホームは地下2階にある。改札口は、北改札と中央改札の2カ所。地下1階の改札内には、軽菓子などの土産店、椅子とテーブルが置かれた。 飲食物の自動販売機コーナーがある。新商社対応エレベーターは中央口南側に設置され、コンコース地上間は南北2つの駅ビルの中に設置されている。このほか、地下鉄東西線3条京阪駅のエレベーターも使用可能である。北改札口内のトイレには階段があるが、車椅子使用可能な他目的トイレは、 中央口改札内に設置されている。また、地下鉄東西線の三条京阪駅とは、地下1階、コンコース階の改札外の連絡通路で結ばれている。駅ホームのカラーリングは、東海道53時の終点、大阪ビジネス街とを結ぶことの玄関口、その賑わい、華やかさにふさわしい染めの伝統色、薄明け、ピンク色が採用された。七条駅で駅の、 京都地下駅の色彩計画が、平成4年2月15日から第7回、公共の色彩賞環境色彩重選、主催、公共の色彩を考える会財団法人日本、色彩研究所に選ばれ、表彰状のレプリカが、コンコースに設置されている。駅のコンコース会には、鴨川ピラー、戸かし実作、三条北ビル前、主公面、清水久米作、ボタン、 山口花上作などのモニュメントが設置されていた。このうち、時代祭行列絵図、西京も和作、中央改札口付近は、京阪特急、八千系、電車2階建て車両の側面デザインにも採用されていた。なお、当駅は時代祭行列コースの最寄り駅の一つとなっている。コンコースに設置された、駅事務室を兼ねた、総合案内所。 地下1階の中央改札口近くに位置する。京阪電車と京阪バスの案内。京阪バスの場合は、京阪バス3乗案内所でも対応している。列車運行管理システム、ADEC、自立分散式運行管理システムの19駅ある、各信号取扱駅の一つで、駅制御装置が配置され、信号機やポイントの制御から、駅の案内放送や行き先表示まで自動化されている。 災害対策として、防災管理番により駅設備は常時監視されている。万が一の火災発生時には、防火防炎シャッターの制御、排炎機の運転、避難度確保のための自動改札機の開放、火災発生表示機の点灯、運転指令所への通報が自動、またはワンスイッチで行える。地下駅の構内でも、警察無線や消防無線が使えるように、 無線通信補助設備や防災電話などが完備されている。また、水害対策として、川端通西側の出入り口には床板が起き上がる止水板が設置されている。このほか地下施設には三条受電変電所が設置されていて、関西電力個人口変電所より送電された、交流 60Hz77kV の電気を直流 1500V に変換して、 電車線に送電するだけでなく1万キロボルトアンペアの変圧器2機で、交流6600ボルトに変圧して、当駅だけでなく周辺の地下駅施設、信号機などに送電している。また停電時に備え1000キロボルトアンペアのガスター便発電機が2機設置されている。さらに2015年、駅構内の照明設備が LED に更新された。これは一般社団法人。 低炭素社会創出促進協会からの補助金の交付を受けての事業で合わせて、出町流七条間の地下線の照明、清水五条駅、七条駅も LED 照明化されたことにより、年間100万 KWh の電力量削減を見込んでいる。近年の1日あたり、利用客数の推移は、下記の通り、地下コンコースとエスカレーターと階段で結ばれている。 商業施設、京園を囲うように、バス乗り場が設置されている。京阪バス、三条京阪停留所及び、京都市営バス、京都バス、三条京阪前停留所が乗り入れている。京阪三条駅の商業施設、京阪グループの直営店と、テナントがある。三条大橋交差点北東に立つ駅ビル、1987年5月の、 京阪本線の地下下と同時にオープンした地上3階地下2階でエスカレーター8基エレベーター2基が設置されている。三条駅地下コンコースから同ビルの地下2階に直結していて、溶かしのる作、鴨川ピラーが目印、モニュメントの設置部分だけが吹き抜けで空を見ることができる。開業時は1階に金融機関の視点、2階にはギャラリーやカルチャースクール、 3階にレストランが設置された。現在は 1F に ATM1 から 3F は中古書店ブックオフが営業している。B1F は軽阪レストランの運営する麺どころアシカリ、喫茶、ビエモンテ、B2F には喫茶、コジャック、たこ焼き店の風の家、100円ショップの3つが営業している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。